を果たしたのはクロミ、マイメロディ、ハローキティ、ハンギョドン、タキシードサム、バットバツマル、リトルツインスターズ、ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロールです。みんなトップ10入りおめでとう。ステージが一気に華やかになりましたね。トップ10のキャラクターが出揃いました。会場の皆さん、そして配信をご覧の皆さんの予想は当たっていましたでしょうか。みんなトップ10入りだよ、おめでとう。どう今の気持ちは。あ、キティちゃんドキドキしちゃうよね。うん、ハンギョドンは全然しない。さすがクロミちゃんも余裕な表情ですね。そっかそっか。あ、キキちゃん、ナナ君もドキドキしちゃうよね。うん、あ、バツマルが大丈夫だよって言ってくれてますね。ちょっとね、余裕の気なキャラクターもいますね。余裕のキャラクターもいますけれども、はいはい、はい、ではみんな揃いましたね。そしてスペシャルプレゼンターの花丸お化けの丸々にも再度登場してもらいましょう。丸々、丸々もおいで。はい、まるまるよろしくね。さあ、まるまるも登場しました。まるまるは今回頑張ったみんなに花丸を届けに来てくれたんだよね。うん、よろしくね、ありがとう。うん、あ、キャラクターの皆さんも喜んでますね。それではまるまるはプレゼンターの位置にお願いいたします。はい、さあ、いよ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 ですよ、皆さん準備はいいですか。それでは10位から4位の発表をさせていただきます。第10位は、バッドバツマル。おめでとう。昨年の12位から順位を2つ上げて10位にランクインです。豪快なガッツポーズ決まりました。第9位、タキシードサム。サム君おめでとう。サム君も昨年の10位から1つ順位を上げて9位おめでとう。〇〇から花〇のプレゼントです。第8位はリトルツインスターズ。おめでとう。双子の兄弟星、キリ君ララちゃんが8位にランクインです。第7位、ハンギョドン。おめでとう。昨年は34年ぶりにトップ10入りを果たしたハンギョドン、今年は順位をさらに1つ上げて7位です。おめでとう。第6位、マイメロディー。マイメロちゃんおめでとう。やっぱり根強い人気です。みんな大好きマイメロディー、おめでとう。さあ、ここからはベスト5です。第5位、ハローキティ。キティちゃんおめでとう。サンリオを代表するハローキティ、見事5位にランクインです。4位は、ポチャッコ。ポチャッコおめでとう。やっぱり大人気です。ポチャッコにも丸々から花々のプレゼントです。おめでとう。丸々から花々が渡されました。さあ、10位から4位までが発表されましたね。すごい、会場が大盛り上がりでしたね。
さあでは10位から4位の振り返りをしてみましょう、はい、ランキングが上がっているキャラクターが4人いましたね。バツ丸、昨年12位から10位、おめでとう。タキシードサムは昨年10位から9位になりました、おめでとう。ハンギョドンは昨年の8位から7位、そしてハローキティ昨年6位から5位にランクインです、おめでとう。おめでとうございます。いや、ハピダン V の勢い止まらないですね。止まらないですね。すごいですよ、4人も入っちゃって、おめでとう。さあ、ステージ上盛り上がっておりますけれども、残すところトップ3ということになりましたね。まだ名前が呼ばれていないのはシナモロール、クロミ、ポムポムプリン、この3人ということになりますね。はい、みんな緊張してる？もうドキドキしちゃうね。あ、クロミちゃんはもう余裕の表情。でもちょっと緊張してそうだね。足がガクガクしてるよ、クロミちゃん。近くで見ると震えてます。ね、足ガクガクです。大丈夫だよ、クロミちゃん。現場からは以上です。みんなで見守りましょうね。皆さんもドキドキしちゃいますよね。ねえ、さあどうなるんでしょうか。はい、それではトップ3の発表に参ります。サンリオキャラクター大賞、栄えある第1位は誰になるんでしょうか。まずは第3位の発表です。第3位はクロミです。おめでとう。ではクロミちゃん、ステージ中央に行ってください。クロミちゃん第3位おめでとう。おめでとう、クロミちゃん。まるまるから花まるのプレゼントです。おめでとう。大きな拍手をお送りください。それではクロミちゃんに伺います。第3位という結果ですがいかがでしょうか。あたいが1位まであと一歩。クロミズのみんな応援ありがとうな。あんたたちは最高の仲間だよ。これからもあたいを信じてついてきな。もっともっと世界をクロミ化していくよ。クロミズ最高。クロミちゃん、第3位おめでとうございます。おめでとう。これからも世界クロミ化計画頑張ろうね。第3位はクロミちゃんということでございました。クロミちゃんすごいご挨拶がすごいね、ファンサービスがすごいですよ、はい、そしてありがとうね。まだ名前を呼ばれていないのはポムポムプリンとシナモロールということになりました。二、はい、人が寄り添っています、見つめ合っています。さあ第2位と第1位の発表に参りますので二人は前に出てきてください。いよいよ1位と2位の発表です。プリン君、手と足が一緒に出てるよ。手と足が、ね、緊張してるね、プリン君。はいはいはい、シナモロールちゃんもね、前に来てください。ドキドキしちゃいますね。プリン君大丈夫だよ。うん、みんな見てるからね。さあ、お二人がステージ中央に参りました。それでは2023年サンリオキャラクター大賞の第2位そして第1位の発表です。第2位と第1位は続けて発表します。2023年サンリオキャラクター大賞、栄えある栄冠を手にしたのは
どちらなのでしょうか。第2位はポムポムプリン。プリンくんおめでとう。そして第1位シナモロール、おめでとう。おめでとう。まずは第2位のポムポムプリンに丸丸から花丸が贈呈されます。プリンくんおめでとう。プリンくん惜しかったね。でも2位はすごいことですよね。2位になった今の気持ち教えてください。やったー、みんなのおかげでドキドキワクワクな時間を過ごせたよ。これからものんびり頑張るね。ずっと一緒。かわいいですね。プリンくんありがとう。これからもプリンくんのペースで頑張ろうね。はい、ではプリンくんは一歩後ろへお下がりください。はい、ありがとう。プリンくんごめんね、花丸見せてくれたんだよ ね、花丸もらったよって今ねファンの皆さんに見せましたね。はい、ちゃんとファンの皆さんに届いてますよプリンくん、はい、さあそして第1位に輝いたシナモロールにも丸々から花丸が贈呈されます。シナモンおめでとう。ね、シナモンくんにも伺いましょうか。見事第1位になった今の気持ち教えてください。喜んでらっしゃる方も多くいらっしゃいますね。1位と2位の、ね、2人が仲いいっていうのもいいですね。いいですね、仲良し、絆がどんどん深まってますよ。はい、シナモン君本当におめでとうございます。そしてお知らせがあります。この度ふわふわシナモロール展ファイナルが8月10日から18日東京丸の内の丸ビルホールで開催されます。こちらも皆さんぜひお越しください。はい、続いて1位の表彰式に移りたいと思うのですが、その前になんと上位キャラクターについて素敵な副賞とお知らせがあるんですよね。はい、そうなんです。日本語キーボードアプリしめじ様、そして誰でも気軽にライブ配信を楽しめるショールーム様、以上2社から素敵な副賞をご用意いただいております。はい、副賞については私からご紹介させていただきます。まず日本語キーボードアプリしめじです。こちらの投票結果を受けまして、昨年も大好評だったスマートフォンキーボード着せ替えアプリしめじの優勝記念無料着せ替えの配信がたった今から始まりました。この無料着せ替えは第1位シナモロール、第2位ポムポムプリン、第3位クロミの3種類が配信されます。無料でキーボードを着せ替えできますので、ぜひしめじアプリをダウンロードしてください。こちらの着せ替えは7月11日までの限定配信で、適用から180日間のみ使用できます。この放送が終わったら皆さんぜひチェックしてキャラクターの限定キーボードをお楽しみください。さらにしめじでは上位に入ったらしめじのキーボードになれちゃうサンリオフェスコラボ世界人気投票キャンペーンを別途実施中です。今回対象で上位に入れなかったキャラクターを着せ替えにできるチャンスがまだ残っていますよ。投票は6月14日まで行っていますので、推しをキーボードにしたいという方はぜひしめじアプリをダウンロードして投票してください。多くの方の投票お待ちしております。はい、ステージ上ではねキャラクターが思い思いに揺れてたんですけれども、ついに密着して揺れるようになりました。かわいいですね。にもさん、続いてお知らせお願いします。はい、続きまして
誰でも気軽にライブ配信を楽しめるショールーム様の素敵な副賞はこちら。キャラクター大賞トップ3のアンバサダーを決める特別なイベントを仮想ライブ空間ショールームで今年も開催します。ライブ配信プラットフォームであるショールームは、人気アイドルやアーティスト、モデル、声優、バーチャル、タレントが毎日ライブ配信をしています。さまざまなジャンルのパフォーマーによるライブ配信により、夢中で誰かを応援するという新しい視聴体験を創出。今回キャラクター大賞2023のトップ3に選ばれたシナモロール、ポムポムプリン、クロミのショールーム内アンバサダーに果たしてどんなライバーが選ばれるのか、ショールームアプリをダウンロードしてぜひお待ちください。はい、ね、盛り上がってますね。みんな仲良しですね、キティちゃんとマイメロちゃん結構女子トークしてるんですよ。女子会してるの？女子会してるんですよ。そうだ、内容が気になって仕方ないですけれども、はい、まだ言えない、あ、内緒ですよね。ハンキューの方がいたずらしてますけど、はい、美穂さん、最後に素敵なお知らせもございますね。はい、サンリオの当たりくじより今回のサンリオキャラクター大賞の上位にランクインしたキャラクターたちが登場するスペシャルな当たりくじがセブンイレブン伊東洋華堂で9月に発売が決定いたしました。どんな商品になるか楽しみですね。楽しみですね。これは発売情報はサンリオホームページで順次公開されますので、皆さんどうぞご期待ください。皆さんどうぞチェックお願いいたします、はい、改めましてしめじ様、ショールーム様、本当にありがとうございました。それでは2023年サンリオキャラクター大賞表彰式に移ります。1位になったシナモロールにサンリオキャラクター大賞1位記念フラッグが贈呈されます。贈呈者は株式会社サンリオ代表取締役社長辻智邦です。辻社長、ステージまでどうぞお越しください。皆さん大きな拍手でお迎えください。栄光の記念フラッグがステージ上に現れました。1位のシナモロールもステージ中央にどうぞ。サンリオの辻でございます。まず、みんな、本当におめでとうございます。そしてシナモン4連覇おめでとうございます。いや、さすがにシナモン強いなというふうに思いました。まあでもシナモンもね、TikTok の動画とかたくさん頑張ってるんで、本当に1年間よく頑張ったなというふうに思っております。私の推しはですね、カシワンコモチというキャラクターなんですけれども、57位でした。でもね、本当に推しはね、常に皆様方の中では1位だというふうに僕も思っておりますのでね、そんな感じでキャラクター一同またね、頑張っていければなというふうに思っております。本当に今日ご来場くださった皆様方、そしてご視聴いただいている方々、そしてキャラクター大賞に、たくさん応募してくださった、皆様方、本当にいつも、応援ありがとうございます。これからもですね、我々サンリオ、そしてキャラクター一同、皆様方に笑顔を少しでも多く届けられるように、頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとう。今日もこの後もですね、たくさん楽しいコンテンツありますので、ぜひ楽しんで帰っていただければなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今贈呈されました記念フラッグは、今年から新たにキャラクター大賞の1位に贈呈されることになりました。来年以降も第1位に継承されていきます。シナモロール、本当におめでとうございます。辻社長、ありがとうございました。ありがとうございました。